今日はお皿を使って正六角形のパターンを作ります。分度器もコンパスも使いませんよ。始まりました、雪のチューブ。この動画をご覧いただいてソーイングをより楽しめる方々が増えるとなんだか嬉しいです。よろしくお願いします。紙パターンですが、今回はカレンダーの裏よりも透けるタイプの製図用紙やトレッシングペーパー、なければクッキングシートが代用できます。今回はクッキングシートを使いますよ。改めて用意するもの、クッキングシート、紙切りバサミ、定規、鉛筆かシャーペン、クリップ2つ、そして完成サイズに近い丸いお皿です。では早速クッキングシートをカットします。お皿の大きさよりもちょっと大きめに用意します。では細い線でお皿の周りをぐるっと描きます。ちょっと分かりづらいので赤鉛筆でもう一度作ります。赤鉛筆、皆さんは鉛筆のままで OK ですよ。あ、分かりやすいですね。円が描けましたら半分に折ります。赤いカーブのラインを重ねて半分、真半分に折ります。そして、中心を探したいのでもう半分折りますが、それは中心が分かればいいのでつまむ程度です。ちょんとつまみます。そうしましたら今折りました半分のところに印を入れます。そして中心チェックします。紙を粗立ちします。切り落とした部分を今から使いますよ。捨てないでね。円を広げましたら、この直線の部分を当てて半径の長さを取ります。印を入れます。半分に折ったところに当てて、半径の長さが円に接するところを探して印をつけます。反対側もですね、同様に半径の長さ分の印をつけます。くるっと回して、あと2箇所ですね。半径の長さを同様に印をつけます。これで6箇所の印がつきましたね。最初に折った2分の1のところで畳んで、あとは3等分印と印を合わせます。中心がずれないように気をつけます。そして反対側に向けてまた印と印を合わせます。このラインで畳みますね。これで6等分に畳んだことになります。これが6分の1の部分ですが、赤いカーブの端と端を直線で結びます。ズバリこのサイズでいいか、もっと大きくするならばこのラインよりも右へ、小さくしたければこのラインよりも左へ、
平行線を引きます。今引きました直線が 7.5 センチですが、画面右上のコースターのサイズですと 8.5 センチなので、中心から 8.5、 中心から 8.5、 今回はこのサイズで取り直しますね。カットするときに手でしっかり持ったつもりでも意外とずれやすいので、必ずクリップか洗濯バサミで留めてからハサミを入れます。紙切りバサミを使ってくださいね。一辺が 8.5 センチ、同じ大きさになりましたよ。重ねてみます。コースターを何枚もたくさん作る場合は、紙パターンよりもこのパターンシートを使うと便利ですよ。100円ショップで購入しました。では透け感を見比べてみましょう。クッキングシートはこんな感じです。パターンシートの方がよく見えますね。使いやすいと思います。これまでいろいろなサイズの正六角形のパターンを作りましたので、対角線上の長さを書き込んでおくと便利ですね。楽ちんコースならこれです。お菓子の箱の蓋ですとか、100円ショップで買った六角形、ちょっといびつですけどね。あと空き缶の蓋などを使って型取りすると楽ちんですね。少しいびつな六角形も簡単に修正できますよ。これがちょっと歪みがあるかもしれません。確かめてみましょう。鉛筆以外に緑のペンと赤いペンと3色使ってずれていないか確かめますね。あまりずれてないように思いますが、これを一周ぐるっと一辺ずつカットしていくと、なんとはなく納得のいかない六角形になってしまいます。薄い紙だからと油断してそのままカットしてしまうとずれますので、必ずクリップを留めましょうね。これで歪みの調整ができましたね。では最後にその他の小さな六角形たちです。六角形の定規、パターンスタンプ、何かを買った時のタグですね。いただき物の消しゴム、消しゴムスタンプに使いたいです。そしてクッキーの型抜きでしょうかね。これもよく使ってます。はじめにお皿を使った正六角形のパターンを作りましたが、お皿のサイズを変えてお好みの
正六角形のパターンを作ってみてください。ではまたね。